こんばんは。住んでますよ。明日はこうえうん。こんばんは。こんばんは。ね、1月末だ。ありがとうございました。2月よろしく。誕生日メール来た。ってことは誕生日ってことですかね。ゼロさん、おめでとう。1月末が誕生日ってこと。おめおめ。今日暗闇の日ですよね。6周年、6周年いいね。私も、暗闇聞いてから、STU 好きになったんで。あの日から6年経ったんですね。あ、でも、HKT さんも、いや、HKT さん通ってて、STU も好きだったって感じです。でも STU は、オーディションの時から見てたんですよ。だから、暗闇とか見てたし、レコード大賞もちゃんと見てましたよ。生放送で。
あざとメール2月もよろしくお願いします。めっちゃ可愛かった。そうなんだ。サイアンきっかけ。ありがとうございます。高尾、指示、高尾さやか。あ、メール送りました。サイアンきっかけ、ありがとう。あざとメールが来てない？え？嘘。なんですと？迷惑メールに入ってませんか？ あ、全然迷惑メール そんな、そんな、嘘でしょ？つらいよ。つ らいよ、それ。センシティブではありませんよ。そう、今月すごいよ。マジか。ちょっと探してみてください。来なかったかと。気になった方、明日から おすすめです。肩出てるやつ、それですけど。それですよ。それです。え？そういう展開ね。月末にね、なんか送ってるんですよ。
その月で、一番 一番、なんか、送りにくい写真を送ってるんです。う。うん。そうだね。できるだけその月の時と。確かに。月末じゃなくても っていう声もありますね。月末じゃなくても送ってる説は、だいぶ前から、そういう口コミはあります。口コミあります。コミ。どうも。結末が楽しみになるという声、嬉しいです。確かに、今月は結構メール送りました。うん、結構リアルタイムのことを言うことにちょっと変わったかな。飽きずに。見てくれたら嬉しいです。どうも。会社の人で中に「ハッシュタグ今日の格言」「ハッシュタグさや語録」を見てくださってる方がいたってこと。見せてくれたってこと？いろんな方にも響くってことですね。
すごいぞ。いろんな方に響いている。こんなに反響してもらえるとは思わなかったですね。最近や、なんか謎に漫画を 漫画をなんかアプリで。作り出したし。なんかアプリで、この時代になったら、なんかアプリで漫画作れるんじゃないかって思ったんですよ。だから、4コマ漫画から始めようと思って。けど、4コマが、なんか探したけど、もう見当たらなかったんで、なんか漫画しか作れんくてから。そうそう。なんかね、そう。4コマができなかったんですよね。だから、22、22にして。あ、でも私が作ったけど、なんか、あるんよね。いろいろ種類があって、顔の表情とか人間とか、なんか、背景とか、なんだ、俯瞰とか、なんか、ポーズとか、なんかね、いっぱいあって、そう。選べる。でも結構難しい、あれ。こうしたいっていうのを見つけるまでに、ちょっとスマホだと、結構時間かかるんですよね。だけになんか、そう、ちょっと途中まで作って気づいたけど、シーンとかって、なんだろう、一発、なんだろう、一発落書きじゃないけど、ポンって、なんか、なんかそれをちょっと変えるだけとか、もできる。なんか普通に、今日、その時、起きた出来事を、なんか、伝えようと思った時に文字でも伝えれるけど、なんか漫画にしたら面白いかなと思って、漫画にしてみた。なんかね、タブレットがあったら自分でイラスト描いてできるんだけど、でも今なくて、実家に持ってきてなくて、スマホじゃちょっとズームして書いたりとかせないかんかなーって、ちょっとめんどくさいだったんで。やってみた。
続編があるか否かは。結構かかったよ、作るの。あれ意外と結構かかってるんですよ。ああ、慣れて30分くらいはかかりそう。慣れるまでがね。うん、測ってないけど、結構かかった。本当に書いた方が早そうだね。でも、テンプレートがないから、知識がまだないから、その分ちょっとシンプルに。なりそうだけどね。メモみたいな感じでイラストで描いたら。早いけどね。落ち。4コマ。くれたらいい。メモで作れたらいいけど。最近、年賀状で、に、イラスト描いてみて、なんか、タブレットで描いたんですけど、結構、これいいなと思ったんで、また、なんか描きたい。イラストを描ける人になりたい。あ、新しいキャラクター作り出して。連載にするか。
人おるよ。一人は、一つは、なんか、よく書く、なんか よく書く、野菜教訓じゃなくて 最強くんはあれだけど、名前のない。名前がない子。あの子は結構使えそう。あとハートちゃんですね。でもハートちゃんな。みかん猫も喋らない設定だからな。ハートちゃん。じゃあハートちゃんを見たら、幸せになれるみたいな、迷信がある。っていう感じの、何しよハートちゃん。いや、ハートちゃんもなんか、ちょっと喋らせたことは結構あるけど。名前のない、あれが。どうするかよ。もうちょっと作ろう。いや、無敗の最強くんは、れは、だって、入手困難の。本当にあるかわからない。レアキャラなんで。キャラクター増やすわ。辛辣なキャラクターと、なんかかわいそうなキャラクター作るわ。そうだ。そうそうそう。でも、ちいかわって、あんなに、みんな可愛いけど、結構、ああ、ってなる回もあるんですよ。あららららって。なる回もあって。これどうなるんだって。なんかちょっと、ギュッてなる。サザエさんもあるっけ？サザエさん？
胸がギュッてなるシーン。住みっこ暮らし。すごい平和そう。ハートちゃんの瀬戸内巡り。どんな？ 闇界。あたしんちか。あたしんち。なんかすごい見てた。闇が あった。いや、でもドラえもんとか、クレヨンしんちゃんとか、ちょっとほんと、今この、なんか大人になってから、ちょっともう一回ちゃんと見たいよね。いや、この前、めっちゃ前、2、3年前かな。ももちゃんとさ、クレヨンしんちゃんのさ、映画見に行ったんだけど、めっちゃ泣いたもんね。泣いたよ。しんちゃんって。え、泣くよね。確かに、アニメだったら、最後なんか、こらーって言われる感じあるけど。映画になるとね、なんかちょっと違うんですよ。しんちゃん。ちょっと変わるよね。あれすごいよね。ジブリも変わるけどね。ジブリも、やっぱ、大人になっていくと、意味が分かってくるから、大抵。分かってくるから、また変わるんよ。見た時の感想が。映画はすごいな。そう、最近、だいぶ体調も良くなってきたから。映画館に行く元気もだいぶ取り戻したんで。そうそうそう。気出てきた。カムイ見たいんだよね。カムイ。え、沖さんが好きなはず。沖さん見てるかな？ちょっと聞いてみよう。映画仲間。見たい、そう。そう、映画、今上映されてて、最近上映されて、見るために、漫画を見返してないんですよ。で、カムイさん
カムイさん。10巻まで無料で読める。うわーみたい。ちょうどゴールデンカムイの話をしてるときに、ゴールデンカムイのカムイなんかな。え、今日まで無料？それはちょっと、あと1時間。いや、ちょっと映画見よ。まあ、そうね。そうね。途中。そうなんよね。無料って言っても、なんか、1日1話無料とかに、こう、変わる、切り替わる瞬間が多分、あるんよ。今日だけ0円みたいな。読んだことはありますね。読んだことはある。うん。一番は、やっぱ、ワンピースを、なんか、ほぼ全巻、読めたことが、結構嬉しかった。おととしが、なんかめっちゃ、無料な時あって。そうそうそう。でも途中ね、さすがに眠くて、寝た時はあったけど。でも、確か、一昨年は、めっちゃ、移動時間が多くて、移動中に見てた。で、ワンピースを感動するから、新幹線の中で泣いてたもん。あ、なんか、ライブ配信してる。だけにちょっとすっぽり抜けてるとこはある。間に合わんときあった。あ、アニメ無限ループ。すご。すご。そう、なんか漫画見たいんだよな。海賊王は、まだ、今やってるよね。でも、新しい。今も、やってるよね。でまだ決まってないと思う。多分。まだ海賊王決まってない。あ、真っ最中。
でも結構、真相まで来てるよね。結構もうルフィの真相までも知ってるもん。今、いろいろ怒りすぎて、バチャバチャしてるって。いろいろ怒ってるイメージ。あ、クマね。クマはとんでもない。ヒロアカは、最初の方だけ見てたけど。フリーレンって、アニメやってるよね。新しい仲間か。あ、よね。よく見る。え、そうなんや。新しいの始まりそうでも。フリーレン、かわいい。かわいいって。そう。漫画見てたんやけど、アニメでも、見えるね。ヒロアカは、今クライマックス。フリーザ？違いますね。全然違います。で、あ、ブルーロックは、ブルーロックは、一巻見た。めっちゃ面白そうと。孤独のグルメ？孤独のグルメやなんかもう、ドラマもあったし。時々言ったし、一人でご飯屋さん行ったら、これ孤独のグルメやなって思う時あるよ。心の中で、これは美味しい。これ美味しいとか、なんか言ってるから、孤独なグルメやって。既視感あるもん。なんか、既視感。カチャカチャカチャっていう、なんかお皿洗ってる音とかさ。いらっしゃいませーとか。店員さんが言ってた。ドアがガラ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 ほんと、わらって感じよ。だよね。なんか、これ。これって、ってな。どうぞーって言われた。おー、来た来た。店入る前、今日は何の気分？何の気分？お、中華か。中華もいいな。昨日は、ハンバーガーを食べたしな。うまい？ うまいですか？ありがとうございます。
見てましたよ。見てましたよ。そう、ドラマも見るからね。いろんなものにね、見てから感受性を高めてるんかもしれん。漫画読みたいなーってなったら、とりあえず漫画アプリ開いて、探しますね。変な変な。話題豊富ですかね。どうやろう。ふん。おー、アニメか。どうだろうね。どうだろう。どうやろうか。あ、転生。転生ね。いろいろと詳しくて。感心します。感心。あ、ガンダムか。なんか、高尾が活躍するみたい。やつかな。え、違いますか。あ、ゴジラかす、すいません。ゴジラの方だった。転生したら、なんか、いろいろあるよね。ゴジラは、結構効くね。え、そうなの。鬼太郎の絵が、生まれる前、生まれる前のストーリーか。
ええ。すごい。目玉おやじ。ええ。鬼太郎って、めっちゃ前から、あるよね。妖怪のアニメ。ええ。あ、ええ、紙芝居。鳥取におる、目玉親父。確かになんかすっごいなんか古い、なんだろうね。そんな物語だった。じゃあ、そんな前からやっぱ妖怪説はあったんですね。え、すご。妖怪星になってる。あ、通りがあるんだ。めっちゃ怖いわ。妖怪怖いわ。妖怪怖いわ。のお化け屋敷。のお化け屋敷。お化け屋敷の怖いところってまず、屋敷のところ。お化け屋さんとかじゃないの。お化けの家とかじゃない。お化け屋敷ってのが怖い。バイト。お化けのバイト？
お化けのバイト。わからんけど、ょっとわからんけど、なるほど。絶叫系もちょっと 絶叫系もちょっとな。ちょっとノーです。苦手。なんかだんだん苦手になってきたんよ。小さい頃は良かったけど、なんか、この、なんか、固定するやつが、一回なんかちょっとおかしくなったんですよ。それからなんか、怖いっていうか、なんか頭が衝撃 衝撃を受ける。なんか痛い。なんか痛い。いや、でもね、室内のジェットコースターは、結構好き。室内ジェットコースター、バイキングの
バイキングの、一番怖いかも、あれ。でも、よみうりランドの時は、なんか知らんけど全然怖くなかった。多分あれさ、場所があるんよ。大丈夫なとこと、大丈夫じゃないとこの場所がある可能性ある。どこだったかな？どっかに座ったときに、なんか全然怖くなくて、逆に、あれ、なんでこんなに怖くないんだろうって思った。なんかさ、ふわっとなる感覚あるやん。いや、多分一番端っこに座った気がするけどな。そう、無重力になる。端っこの端っこがいいかもしれん。端っこの端っこやったら、もしかしたら。遠心力があんまりこんかもしれん。なんでやろうな。でも意外と怖いの、あれよ。空中ブランコ。あれ、意外と怖い。ちょっと想像してしまうんや、あれ。もしこれが壊れたらって。ちょっと想像してしまう。安全なのは分かるけどね。壊れるの。あ、安全ベルト、確かに。あれ、ロープですよね。なんかロープ、ロープじゃないか？ブランコの、鎖か。どっちもあるか。あれなんかキュッてせんよね。そうそう。なんか、ジェットコースターもさ、トロッコが木とかやったら怖いっていうね。ガタガタの、ガタガタの木。ったら怖い。怖いらしい。
なんだっけな。そう。読売ランドのジェットコースターが、もう怖すぎてやばかった。怖いし、なんか、カメラ付きのね、ヘルメットをかぶってたんですよ。それもね、結構重くて。大変だった。多分、開始早々、ここへ行って、こうなった時に、あーってなった時に多分、こうなって、ヘルメットが、くってなって、前が見えん、みたいな。それ以来だ。それ以来だ。ユニバ行ったけど、絶叫系乗ってない。あれよね、ユニバ、ダイナソーみたいな。鳥になる気分になれるみたいな。あれ、一回なったことある。あれも怖かった。なんかね、空中に浮いとんのよ。出発するときから。足が。私がそう景色を楽しもうかなと思ってたの。でも景色見てる暇なかった。そう。わわわ。とか言わん。もう無言で。無言で、こっち行ったら、こうなって。で、こっち行ったら、こうなって。こうか。遠心力に耐えるしかない。無言。キャーって言ったら、ちょっと、ストレス発散になりそう。
やったら。あら。お化け屋敷とかでも、わーってされてさ、ギャーって言ったらさ、逆にびっくりしそう。そんなに そんなにって。よしってなるかな。しってなるんかな。怖いよね。ゴーカート、もう、全然、覚えてないな。小さい頃、乗った記憶はあるけど。結構下手かも。マリカーもそんなに うまくない。いつかは、車も自動運転になることを期待して、その頃には、乗ってるかもよ。何年後になるかな。運転できない。転できないですね。だから、なんか遠いとこ行っても、全然
変わらない人ですよ。ずっと乗ってる人。なんか言うよね。え、なんか。ずっと助手席に乗るけど、しかも寝る、しかも寝たらなんかさ、ちょっと ダメみたいな言いますよね。ね。しかも寝るんかい。私寝るわ、多分。いや、私多分寝るわ。全然、助手しない。こっち、こっち、こっち。次、左とか。いやか、体調によるかもね。体調。さっきの左。やだね。過ぎてから言う人ね。あー、さっきの左やった。戻って。ちょっと嫌ですね。あれ？あ、ごめん、これ、2号店の方見とったわ、みたいな。本当はこっちやった。なるかもしれん。ちょっと、私に頼らない方がいいかもしれん。え、出ていいんですか？喧嘩始まります。やだな。喧嘩したくないな。やだな。最悪。いやよね。ピリッとするんやだな。ピリッとしたくない。やだよ。でもめっちゃ、そんなずっと助手席におって帰り寝るみたいな。大丈夫そうか。じゃあ、あのね、あれよ。私の取り扱い説明としては、ご飯をいっぱい食べたら寝てしまうんで、多分ちょっとだったら大丈夫だと思う。いっぱい食べたらもう、なんか、何が何でも寝るんで。私の取り扱い説明。何が何でも寝るか。
面白すぎる。じゃああれは、ずっと じゃあ、寝ませんけど、ずっと熱唱する。どうですか？寝はしないが、熱唱。それ、最初は楽しい。最初 最初 楽しいけど、途中から途中から 面白い。確かに何歌うかによるよね。え、なんか、もう、懐メロよ、懐メロ。懐メロ。夏色の意外と皆さんあれですね、でも。許してくれそうですね。まあ、サーヤンなら、サーヤンならね。でもそんなサーヤンでもさ、最初は良くてもさ、なんかもう、常習化してきたらもう、今日もか、ってなりそうだね。この子、なんか、いつも いくらサーヤンでもね。ああ、面白すぎる。ちゃんと、あれだから、寝ようと、寝ようとしなくてないから。ね、寝る体勢って寝ないからね。おもろいな。
スイッチはおもろいね。よいしょ。いや、でもすごいよ。運転できるのがすごいわ。ご飯。リエさん。リエさん。自動運転。の世界になったら、ちょっと撮ろうかな。いつかな。自動運転の、なんかちゃんと講習あげそう。自動運転コース。鹿肉食べてないですよ。誕生変わったら、やまーっと。よし。いつもありがとうございます。あ、こと。マイセンタン、F渋谷さん、コッペさん、ナナウさん、ノモビリーさん、あおちゃん、D さん、犬ちゃん、サトルンさん、ブーちゃん、
フジポンさん、キチネさん、カトムツリーさん、ギョーザパンさん、カンペさん、リョウ、セイヤンさん、オーサムさん、ふたてさま、ロックオンさん、台湾のコウさん、ミッチーさん、ガッチャン、大西くん、メガバイトちゃん、ユウキさん、ナリさん、ミッドナイトシガーさん、YDO さん、トットリタロウさん、マサさん、キュウさん、ヒロトさん、ありがとう。明日、髪型どうするかな。あるぞ、10月。よいしょっと。明日は2月。そうだ。皆さんに話すことがあるんですよ。いや、明日。だよ。うん。うん。嬉しい。嬉しい、うん、嬉しいこと。うん、おいしい。公演終わった後、そう、
配信で言う。よろしく。来月もよろしくお願いします。あと2分。バイバーイ。またねー。